確かにメモにあった通りですね。すんなりと入ることができました。ということは、私たちが調べた医務室や四つ葉さんたちが通ってきたランチにも。ああ、みんなで入れるってことにはな。ねえ見て見て、じっちゃん、じっちゃんの大好きなエロいグラビアのポスターが貼ってあるよ。うん、確かにこれはエロいの。エロリティの高いグラビアじゃ。切手がしてお持ち帰りしたいところじゃが、残念ながら今はそれどころではなさそうじゃ。先を急ぐとしよう。I don't know. Maybe they are related. I know Clover and Alice know each other because of reasons. They don't seem to be close. They are close. Kay is definitely Snake. さあ、行こう、クォーク。早くここを出て、スコッチなビデオを浴びるほど見るんじゃ。スコッチなビデオって…もしエッチなビデオのこと？シッ、声がでかいぞクォーク。そういうことはもっと控えめな音量でじゃな。なんかしやがって。お前は所詮ただの AI、 眠気なんて感じるはずないだろうが。あ、ディオ君、君は今僕の逆鱗に触れたよ。口を慎んだ方がいいな。さもないとわかるね。いい子なんだウサ。それじゃ、さっき保留にして話の続きをしようかな。 BP、 バングルポイントを9以上にするにはどうすればいいか。でも誰がどの部屋に入ればいいんでしょう。特に決まってないよ。誰がどの部屋に入ってもいいんだうさ。だけど部屋は6つしかないわよ。だから言ったじゃん、表示が同色のペア番2名は異心同体、運命共同体だって。つまりペア番の2名は一緒に同じ部屋に入るということですか。そういうこと。それで部屋に入ったらどうすればいいの。ゲームをするんだ。部屋の名前にもある通り AB ゲーム、アンビデックスゲームってやつをね。そう、待て、
three pairs. そもそもアンビデックスとは一体何なんじゃ。And three solos going to a room. Ambidexterity. Okay. So I was like, enough cards. 両利き、二進、二枚舌。転じて、狡猾さや不誠実、裏切りといったニュアンスを含む名詞のことです。まあ、簡単に言うとそうなるね。じゃあ、さっき言ってたノナリーゲームっていうのは？それはこのゲーム全体のことを指した呼び方なんだ、ウサ。今日の扉を開いて脱出するまでを競うのがノナリーゲーム。その中で行われるちっちゃいゲームがアンビデックスゲーム。わかった？ややこしいな。そうかな？いい時間だよ。君の頭の回転が鈍いだけなんじゃないな、ディオ君。いちいち勘に触るやつだな。まあ、とにかくそういうことだから、早速だけど AB ルームの方に移動してもらえるかな。詳しい説明は中ですよ。その方が分かりやすいと思うし。いちいち断らなくてもいい、さっさとやれ。アンビデックスゲートが開放されました。アンビデックスゲーム投票の締め切りまで残り45分です。どうしたんだ？何を言ってるんだ、お前。誰もいないのは当然じゃないか。とにかく中に入ってみよう。同じだな。私たちが閉じ込められていた部屋と。奥のモニターか。To enter your vote, please touch the start button on your screen. Once you have entered your vote, the door will lock automatically and not open again until the polling period is finished. Okay. Baka! What are you doing, you? Just said it won't work. You know, can't do nothing till everything is over with. Let's go ahead and die. Monitor の説明文読まなかったのか。スタートボタンを押したら、このラウンドが終了するまで扉は開放されない。It did not say 40 minutes. 40分以上もここから出られないことになるんだぞ。Get the fuck out of here. It said until polling is finished. なんだよ。Girl, you can't see. Don't come for me like that. You can't even fucking read. Yo, yo, やっとみんな AB ゲートを閉めてくれたみたいだね。今君たちがいる部屋、AB ルームの扉のことだよ。というわけで、さっきの説明の続き、させてもらうことにするんだ、うさ。ほいじゃあ、始めるよー。この AB ゲーム、
ゲームである以上は当然対戦相手がいることになるわけなんだけど、実は何もバトルロイヤル的に全員で戦うってわけじゃないんだよさ。一つ一つのラウンドは個人戦になってる、またはペア版の2名を1人と見なした上での個人戦だけど、だから正確に言うと2対1の戦いってことになるね。さて、その対戦相手は誰なのかっていうと、さっきチームを組んで同じ色の扉に入った人物がそれになる。例えばシグマ君とファイ君のペアはソロバーとアリス君と組んで水色の扉に入ったよね。したがってシグマ君とファイ君の対戦相手はアリス君ってことになるんだよさ。もちろん逆も同じ。アリス君が戦うべき相手はシグマ君とファイ君ってことになる。同様にケイ君とヨツバ君にとっての敵は天明爺さんになり、リオ君、クォーク君にとっての敵はルナ君になるんだうさ。まあ敵っていう言い方はあんまりふさわしくないかもしれないけど、お互いに協力を選べば味方にもなりうるわけで。意味がわからないって。大丈夫だよ、ちゃんと説明してあげるから。まずは奥の装置にあるモニターに注目してもらいたいんだウサ。 A 協力、 B 裏切りって表示されてるよね。君たちがすることはたった一つ、このうちのどちらかを選ぶこと。その結果によって君たちの BP バングルポイントは増えたり減ったりすることになるんだウサ。わかりやすいように表にまとめておいたから、とりあえずこれを見てくれたまえ。ここにあるプラスやマイナスの値は自分から見た場合のものね。例えば自分が協力を選び、対戦相手も同じように協力を選んだ場合、この場合は自分の BP は2点増え、相手の BP も同じように2点増えることになるんだウッサン。仲良しくよしの展開だね。ほほえましいな。次に自分は協力を選んだのに対戦相手は裏切りを選んじゃった場合、この場合は自分の BP は2点減り、逆に相手の BP は3点も増えることになっちゃうんだウッサン。ひどい相手だよね。僕だって餅つきのキネで後頭部をぶん殴っちゃうな。3番目は今の逆。自分は裏切りを選んだにもかかわらず、お人よしの対戦相手が協力を選んでくれちゃった場合、you can use this way depending on how many points you get to see if they betrayed you and you chose ally or vice versa, that type of thing. この場合は自分の BP には3点が加算され、逆に相手の BP からは2点が引かれることになるんだよさ。Wait, what? とはいえ罪悪感なんて覚える必要はないよ。 Wait, come back up.You choose ally, but your opponent chooses to betray. You lose 2, and they get 3. If you both choose ally, you get 2. You lose 2, they get 3. But if you choose betray, and they chose ally, you get 3, and they lose 2. Okay. Okay. I was confused for a second. I think I'm going to go out of here!4つ目は一番最初に言ったやつの反対になる。自分が裏切りを選び、対戦相手も同じように裏切りを選んだ場合、この場合は自分も相手も BP は変わらない。
プラスマイナスレディナ。つまんないよね。退屈だよね。進行役としては最も避けてもらいたい展開だよ。ところでペア版の場合はどうなのかって気になるよね。教えよう。ここでも2人で1人のルールは適用される。2人が投じることのできる票は1票のみ。 OK、 協力か裏切りか選択できるのは一度だけなんだうさ。だからといってさっき話した増減値が2分の1になったりすることはない。プラス3点はプラス3点だし、マイナス2点はマイナス2点だ。要するに表にあった数値がそのまま2人の BP に反映されるってこと。さてと、以上で基本的なルール説明は終了なんだうさ。本当はもうちょっとだけ言わなきゃいけないことがあるんだけど、まああんまり長々と説明しても退屈だろうし。いいからいいから。投票の締め切りまで残り30分です。というわけだからそろそろ僕は失礼するよ。時間はまだたっぷりとあるんだから、最後までじっくりと悩んで結論を出すといいんじゃないかな。ほいじゃあまた後で。Have a nice trust! So I'm guessing. Alice might betray us. AB ゲームのことか。Alice is gonna betray us. 確かに。難しい問題だな。このゲームは実に興味深い。おそらく囚人のジレンマを下敷きにしているのだろうが、知らないのか？囚人のジレンマとはゲーム理論等でしばしば引き合いに出される有名な問題のことだ。今ここに重大な罪を犯して逮捕されたリンゴちゃんとバナナ君がいるとする。名前は適当につけたものだ。気にするな。Yes, they do. とにかくリンゴちゃんとバナナ君は共犯の関係にあり、遠く離れた別々の独房に閉じ込められているんだ。だから二人は互いに連絡を取り合うことはできない。テレパシーも使えない。そういう設定だ。ここまではいいな。そこに一人の刑事がやってくる。刑事はそれぞれの独房へと赴き、二人に対して全く同じ話をするんだ。それはこんな話。もしお前ら二人が自分たちの犯した罪を認めず、このまま黙秘を続けるのなら、お前らは二人とも懲役2年だ。だがお前の相方が口を割らなかったとしても、お前さえ全てを白状してくれるというなら、お前の刑は1年に減らしてやろう。ただしこの時お前の相方は懲役15年の刑に処されることになる。逆にお前の方が黙秘を続けて相方の方が白状したら、相方は1年でシャバに復帰し、お前は15年もの長きにわたって刑務所の臭い飯を食い続けることになるだろう。では二人が揃って自白をした場合はどうなるか。その場合二人の刑期は等しく10年になる。さあどうする。素直に全てを打ち明けるか、それともこのまま黙秘を続けるか。無論お前の相方もこの話を知っている。やつはどうするだろうな。よく考えて結論を出し。Joker said, both of them would blow each other up, but don't そうだ、シグマ。お前ならどうする？もしもお前がリンゴちゃんだったとしたら。I'm not, I ain't no snitch, number one. I don't give a fuck how many years you try to get me. I'm be in jail anyway. Might as well make some friends.
Oh, he a snitch. I can't play as this person. Sigma is a snitch. This dude is a bitch and a snitch. He's a bitch and a snitch. Junpei wasn't about this life. He wasn't no snitch. Junpei was the better protagonist. And he can talk. なるほどな。だが、お前は大事なことを忘れている。相方のバナナ君も間違いなく同じように考えるだろうってことだよ。その結果、二人は共に罪を打ち明け、懲役10年の刑に処されることになるんだ。これがどういうことか、わかるか？二人が互いにそれぞれの幸せを願っていたら、二人の刑期は2年で済んだはず。ところが、二人が自分の利益を追求したがために、それよりも8年も長く服役しなければならないことになってしまった。つまり、個人の合理的な判断は集団に対して不利益をもたらすばかりでなく、その判断を行った個人にとっても不幸な結果を招くということだな。似てるだろ、 AB ゲームと。Telling you to not be a snitch. Basically, don't be a snitch. さらに興味深いのは次の点にある。今、仮に閉じ込められた9人全員を一つの仲間、一つのチームと考えてみることにしよう。すると9人にとっての敵は誰になる？そうだな。要するに我々9人は、この AB ゲームでゼロと戦っているとも言えるわけだ。ではもしもそう考えた場合、この9人によって構成されたチームが、ゼロに勝利するためにはどうすればいいと思う？総得点で考えると分かりやすいだろう。例えば9人全員が協力を選んだ場合、チーム全体の総得点はいくつになる？じゃあペア版のうち1組だけが裏切りを選んだとしたら？さて、この結果から分かることは何だ？そういうことだ。このゲームにおいては、各自が集団の利益を考えて行動するのが最も有効な策となる。それが各々個人の利益を追求しだすと、集団にとってマイナスになるばかりか、むしろ巡り巡って自分の首を絞めることにもなりかねない。9人全員が裏切りを選べば、チーム全体の総得点は言うまでもなく0点だ。誰も得しない。それを選んだ本人さえも。つまり、各自の合理的な判断が全体にとっても個人にとっても不利益をもたらすということだ。違う、逆だ。
今ここで最も理にかなった選択を行うとするなら、我々の投票先は裏切りの一択で決まりということになる。いや、違わない。囚人のジレンマが、ジレンマたるゆえんは、みんながハッピーになれる選択肢があるにもかかわらず、それを合理的には選べないという点にあるんだ。選びたくても選べない、だからジレンマなんだよ。我々が協力を選び、アリスも同じく協力を選んでくれたとしたら、そりゃもう最高に幸せなことだ。三人が揃って二点を獲得できることになるからな。それが理想形。我々が目指すべき形はそこにある。だが、もしもアリスが裏切りに投票したら、どうなる？だよな。そうなったらもう後がない。だから。投票の締め切りまで残り20分です。とにかくアリスが協力を選ぶという確証がない以上、我々は裏切りを選ばざるを得ないんだよ。協力で統一すれば集団の利益は最大になる。そんなことは分かっている、分かっているが、選べないんだ。どうしてもな。いい加減にしてくれ。その話はもううんざりだ。She's got more phatic ability. She's got the more phatic ability.そっちこそ、どうなんだ。お前の方こそゼロの仲間なんじゃないか。落ち着きすぎているからだ。突然こんなわけのわからないところにぶち込まれたというのに、どうしてそんな風に平然としていられる。話をそらすな。今はお前の話をしている。もしやお前も私のことを知っているのではないか。Starting to develop morphetic ability too. What is that? It's a bomb. It's a bomb. Sigma. She transmitted. もう諦めよう。残念だが、時間が来てしまったようだ。She's transmitting to my boy. 最後に一つだけ言っておこう。His watch turned to solo.シグマ、His bracelet. God, I gotta stop calling the watch. お前には感謝してる。こうして死を覚悟しながらも、お前はこの場に踏みとどまってくれた。ありがとう、シグマ。シグマ。
So they are in the Nevada desert. Hold the fuck up. Don't that look like a planet Earth? Are they on the moon or some shit? どうしたんだ？何を？爆発？ She sent him some shit from the future.They got morphetic abilities. That's all I know. ちょっと待てシグマ。落ち着いてくれ。お前、一体何を言ってるんだ。 Don't play dumb. おい、今度は何だよ。痛むのか。そういえば、最初に AB ルームの中で目覚めた時も言ってたな。大丈夫か？ちょっと休んだらどうだ？バカバカしい。心配して損した。Seven has morphetic ability too.And the stuff he remembered was being sent to him to the future from the past. Yeah. It don't matter, I'm choosing ally. All the way, I don't give a fuck. If you choose betray, you a snitch ass bitch.And I'm talking about on the first playthrough. Like, once you get the ending, then you can choose betray. On the first playthrough, if you choose anything but ally, use a snitch ass bitch. アンビデックスゲーム投票の締め切りまで残り5分です。プレイヤーは速やかに投票を済ませてください。所定の時刻までに投票を行わなかった場合、未投票者の選択は強力に設定されます。翻訳が必要か？ Exactly. 締め切り時刻までに投票を行わなければ選択は自動的に強力に設定される、そう言ったんだよ。そうなるな。だが我々はすでに部屋の中に入ってしまったんだ。ここまで来たからにはどちらかを選ぶべきだろう。さあどうする、シグマ。協力を選ぶか、裏切りを選ぶか。Oh my God, this dude can't think for himself. べきだとは言ってない。選ばざるを得ないと言ったんだ。全然違う。前者は能動的な主張であり、後者は受動的な報告だ。ああ。This dude is pissing me off.
me off. Vote! The fuck? You ain't got time. You got 5 minutes. I hope he gets killed on his first playthrough. I don't give a fuck. I hope somebody murks this bitch. It's pissing me off. BP が0以下になれば死ぬ。バングルに仕込まれた注射装置が作動して。I hope it's Clover that murks him. Cause she's about that life. As proven by the first game. Alice is probably about that life too. Cause they've been hanging around together. わからないが、知っているんだ。Somebody murks him. ただ、なんとなく。He's pretty shit. そんなような気がして。Shitty protagonist. I don't want to ever play as somebody like him again. Merc this indecisive piece of shit. てるんだお前さっきも同じようにわけのわからないことを言ってたよななあ本当に大丈夫かシグマどうかしてるぞお前 Can you just kill him? Kill this dude.締め切りまで残り1分です。おい、いよいよタイムリミットが迫ってきたぞ、シグマ。どうするんだよ。お前がやらないなら、この私が。You ain't gonna do shit. ちゃんと、裏切りを選んでくれるんだろうな。わかった。それじゃあ頼む。投票の締め切りまで残り30秒です。Bro, what? Can I choose now?I can choose now? Choose an ally. Eat a dick. Fine. Or whatever your name is. Ambidex game. 第1ラウンド終了。結果は倉庫内のディスプレイに表示されます。Anybody that chose to put the trays is a snitch ass bitch. And I'm not going into any puzzle room with them.シグマ、どういうことだ Bitch, 私の言ったこと、聞いてなかったのか Eat a dick. だったら She gonna choose betray. 合理的な意見とは言えんな、so、what? おーい She gonna choose betray. I know she シグマくんShe probably would have chosen ally if she went with Clover and Snake. 結果発表始めちゃうよ行こう、シグマ。とにかく、結果とやらを聞こうじゃないか。It is the right choice, whether she betrays us or not, I don't give a fuck. うん揃ったみたいだね。おいじゃあ、早速だっけと、始めることにしようか。アンビデックスゲーム
にご注目ください。We got betrayed, didn't we? Betrayed. I know. Yeah, I know. I called it. というわけで、結果発表は以上なんだうさ。各自バングルの数字を確かめてほしいんだうさ。どういうことも何もないわ。私はただ最も理にかなった選択をしたまでよ。この状況で裏切り以外を選ぶなんてありえないでしょ。頭悪いんじゃないのあなたたち。むしろ私の方が聞きたいくらいだわ。なんで協力なんてバカな手を選んだの。Dude, you don't even know the rules. Just stop talking. 全員で一致団結してね。でも、ケイと四つ葉のところも裏切りを選んでるの。Of course, because this snake, that's her brother. 確かに私も囚人のジレンマのことは知ってるわ。だけど、全員で協力を選ぶなんて理想論なのよ。この結果が全てを物語ってる。でしょ？出会ったばかりの人間をむやみに信じるなんてよっぽど純粋なのね、あなた。まあ純粋というか、ただの愚か者だけど。あら、怒った？ごめんなさい。一応忠告してあげたつもりなんだけどな。アリスの言う通りだ、シグマ。お前は愚かな選択をした。おかげで我々の BP は1に。 OK So what?Set my jaw and stomp them. The ball of it to this. Are you kidding me, dude? Chill out. Just relax. Just relax. ありがとうございます。協力を選んでくださって。あのね、本当のこと言うと、ディオさんは裏切りを選ぼうとしてたんだ。え？ディオさんは裏切りを選んで、3点をもらって、2人で脱出しようって言ったんだよ。そしたら、僕たちの BP は6になって、次の AB ゲームでも裏切りを成功させれば脱出できるでしょ？そんな、本当ですか？ディオさん。いや、違うんだ。なんてね。嘘。冗談。ディオさんがそんなこと言うわけないじゃん。冗談、なんですか？ああ。いきなり、何を言い出すのかと思ったぜ。びっくりしたでしょ。He was telling the truth. He just said he was lying. やっぱり最初から協力を。本当に、ありがとうございます。もういいって。僕らは当然の選択をしただけだもん。ねえ、ディオさん。ああ、そうだね。とにかく話は分かった。わしが短時間の間に信頼関係を結べなかったのが敗因ということじゃな。まあ、そういうことになるかな。なんだか。そんな風に素直に認められちゃうと拍子抜けしちゃうけど。 See, Clover's getting poisoned by Alice. That's what that is. She just won't be like Big Sis so much. ねえ、ゼロ、次のラウンドはいつ行われるの？よくわかったね。次のラウンドがあるって。だってあなた第一ラウンドって言ったじゃない。第一があるなら第二があるのは当然でしょ。それにそもそも AB ゲームは BP を9以上にすることが目的だったはずです。
い目がなく、誰もその数値に達することはできません。ああ、まあ、そうだね。確かに君たちが言った通り、第二ラウンドが開催されるよ。いつ？いつかはわからない。どうして？投票の受付は AB ルームの扉、AB ゲートが開いた時から始まるからなんだ。さすでに開いてますけど。